はい、どうもおはようございます。ケンユです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。今回はですね、品種改良のお話をしていきたいと思います。厳密な品種改良の手順とかじゃなくて、栽培地に適した品種を、個人の農家さんが作れるのかとかですね、そういった話を中心的にやっていきたいと思います。はい。で、今回のラジオはですね、僕たちのオンラインサロンに、投稿している記事からの抜粋ですね、第100回目の、内容から、抜粋したものになります。栽培地に適した品種を作るのか、それとも栽培地に適したものが残っていくのかってですね、タイトルの、記事で、投稿したものから一部抜粋しております。はい。で、これアボカドによらず果樹全体そうなんですけれども、日本各地にはですね、それぞれの気候があって、地形のばらつきとかですね、土壌の異なりとか、日照などの影響によって、それぞれ適したですね、栽培品種が求められているのだと、日頃ですね、感じるわけです。はい。で、アボカドもですね、日本各地で作られてるんですけれども、やっぱりその地域では、課題があってですね、その課題を、その問題を解決するような品種の改良というものが、求められるわけです。で、最近ですね、アボカドパーティーという、ズーム交流会とかをやってる、組織があるんですけれども、よくそのね、中で議論に上がるのが、その栽培地に適した品種をどうやって作っていくのか、こういったところがですね、しばしば話されたりします。はい。で、今回はここにですね、ちょっとメスをね、入れていきたいと思うんですけれども、結論からですね、こうお話しさせていただくんですけれども、この、栽培地に適した品種をどうやって作っていくのかっていう、問題、問いに対してはですね、非常に多くの、前提知識が、必要になります。で、非常にですね、多くの、不明瞭なね、こともあります。はい。で、結論から言うと、品種を作っていく、ある特定の性質を持った品種を作っていくのは、ものすごく難しいです。はい。かなり、無理ゲーなね、ことを、やりたい方はですね、かなりもう本当に大変なことを、していくんだなっていうことですね。目をつぶってですね、ルービックキューブを揃えるくらいにはね、あるいはそれ以上に難しいのだというふうに思いますけれども、くるくる回せばですね、ルービックキューブはいつかね、6面揃うと思うかもしれないんですけれども、きっとね、回してるうちに、寿命が来てしまう方も、おられるかもしれないし、そもそもね、これは6面体なのかっていうね、ですね、そういった問題も、あるかもしれないです。はい。謎は多いわけです。で、例えばですね、耐塩性とか耐寒性の高い品種ができるのか、という話なんですけれども、僕らの、例えば沖縄の、アボカドの栽培に関してはですね、僕らの圃場では西インド諸島系と言われる、ある系統があるんですけれども、この品種の、生育、というものがものすごく旺盛だなというふうに感じます。で、一方でですね、耐塩性の観点、とかですね、湿潤気候などの観点から、考えると、グアテマラ系とかですね、西インド諸島系、すみません、メキシコ系の品種っていうのは、西インド諸島系の品種に比べていまいちな、感じもあるわけです。逆に、本土の方ではですね、西インド諸島系じゃなくて、グアテマラ系とかですね、メキシコ系というのは、よく、栽培がうまくいってるのかなというイメージがあるんですけれども、やっぱり耐寒性の観点からですね、西インド諸島系の品種というのは作りにくいのかなというふうにも思うわけです。はい。で、各地でですね、今回アボカドを例に、してお話をしてますけれども、やっぱりそれぞれ特色のあるアボカドが作られているわけで、これで満足するよっていう方もいる一方で、この限界値で他の品種もね、他の系統の品種も作ってみたい、もしくは、現在の品種をですね、現行の品種をよりアップデートしたいというね、そういった方も多いのかなというふうに思います。はい。で、やっぱそうなるとですね、品種の改良というのが求められるわけですけれども、品種の改良というのは主に、基本的にはもう実生ですね。実生っていうのは、種から作った苗になりますけれども、この実生によって増やさなければいけないというね、現状があるわけです。はい。で、柑橘とかはですね、まれにこの枝代わりとかね、そういったことによって、新品種、というものがまれにできるんだけれども、やっぱりそれはもちろん稀有で、基本的には未生繁殖っていうのが一般的です。で、アボカドもですね、実はフエルテって言われる品種があるんですけれども、こちらはですね、やっぱりこの細胞分裂の過程でちょっと、変わりやすい、というふうにも言われてますけれども、やっぱり基本的には未生、種からやるっていうのが、一般的、でございます。で、今回はですね、この未生繁殖で、優れた特徴の、もしくは狙った特徴の、新品種、っていうものはできるのか、それも一般、の、なんだろう、一農家レベルでという話なんですけれども、
先ほどもですね、ちょっと言いましたけれども、やっぱり難しい、ということですね。はい、ではなぜ難しいのかという話なんですけれども、先ほどもですね、ルービックキューブの例えを出しましたけれども、やっぱり目を閉じてね、ルービックキューブを揃えるのは難しいですね。はい、でなぜこれが難しいのかというと、やっぱりですね、情報がわからないということですよね。はい、青とか、赤とか黄色などの情報を持ったそれぞれのコマの位置がわからないっていうことですね。最初の色の状態すらもわからない、ということなんですよね。で、やっぱりルービックキューブをね、くるっと回すと面の持つ色の情報というのが変わってしまうので、それがね、目を閉じて回してしまうと、まあ、正解に近づく可能性もあるが、やっぱり乱雑に回すとね、また正解から離れてしまう、ということがあるかというふうに思われます。はい。で、ルービックキューブをですね、こう揃えるためにはやっぱりきちんと目を開けて色の情報がわからないと、くるくるっとね回せないわけです。はい。で、果樹栽培もですね、やっぱり現在の優良品種から未生繁殖で増やした新しい個体っていうのは、まあ、それよりも品質が劣るというふうに言われております。はい。まあ、ルービックキューブもせっかくね、綺麗に色が揃いかけていたのに、まあ、目をつぶってくるっと、乱雑にね、ランダムに回してしまうとですね、やっぱりその色がですね、こう減っていくということでですね、まあ、そういったことなのかなというふうに思うわけです。はい。で、まあ、未生繁殖っていうのは大体の場合ですね、こう花粉がどこから飛んできたかわからないっていうことが多いので、やっぱり、そういった片親の情報がわからないものから増やしても、基本的には正解から遠ざかる行為、をしているわけです。はい。まあ、目を閉じたルービックキューブのようなものですね。で、他にもですね、まあ、自食といって自分の花粉とか、まあ一方で親の花粉の状態が、情報が分かっていても、やっぱりその出てくるケースっていうのはですね、隠れていたケースで、劣るものが出てきたり、そういったものもありますので、まあ親が分かっているからといって、優秀な個体がですね、誕生するかどうかも分からない、ということですね。はい。で、こういったところがですね、やっぱり未生繁殖の難しいところだと思われるんですけれども、まあことにアボカドとかですね、他にもその他果樹の難しいところがもう一点あって、未生繁殖だと開花結実までの道のりが非常に長いっていうことですね。はい。アボカドとかはですね、平均的に、まあ、6、7年と言われている、んですけれども、やっぱりそうなってくるとですね、まあ、気軽に何回もですね、未生繁殖を試せないんですね。はい。で、今回、例えば今回、未生繁苗を植えてみて、6、7年後に果実ができました。で、この果実を食べたとして、例えば美味しくなければ、まあ、美味しくない可能性の方が高いんですけれども、またやり直しですよね。で、そういったことが起こるので、やっぱり、時間がね、いくらあっても足りなくなるわけです。はい。まあ、そういったことですね。うん。で、希望はね、ないのかと言われると、まあ、本当にないに近しいぐらいの確率なんですけれども、まあ、無理やりあるっちゃあると言い換えることも、まあ、できるのかなとも思われます。はい。ちょっとしたね、希望はやっぱり、何パーセントかはやっぱりあるので、まあ、そういった言い方をさせてもらってるんですけれども、まあ、なんだろうな、果樹っていうのはですね、その開花結実が長いので、あまり試行錯誤がされていないというか、まあ、物理的にその試す時間が、少ない、果樹、まあ、樹種がある、ということですね。なので、未生繁殖で増やしても、まあ、いくつか優良な個体が誕生する余地があるというふうに言われております。まあ、野菜とかはですね、種を植えてから開花結実が早いので、まあ、いろんな情報を持った親をですね、交雑させて、狙った特性を持った品種を、まあ、作ることが、まあ、そういったスパンが短いですね。なので、多くのメーカーさんとかはですね、こう、毎年といっていいほど、いろんな品種を、まあ、出していける、わけです。まあ、これは長い年月がかかっておりますけれども、まあ、いろんな情報を持ったですね、試行錯誤、親を使った試行錯誤、というものをやっているわけです。はい。で、アボカドとかはですね、やっぱりこの、なんだろうな、その開花結実長いですから、こういった試行錯誤がですね、物理的にやりにくいっていうか、時間がかかるので、まだ、なんだろうな、こう、個人レベルでもですね、こう、まあ、偶発的に、こう、まあ、優良な個体というものを獲得する可能性があるわけです。はい。より耐寒性の高いものとかですね、より耐塩性の高いもの、より高 pH 土壌に耐えるものとか、根腐れ耐性のあるものとか、で、こういった特性ですね、多くの特性をもしかしたら獲得できる余地は、まだ果樹はあるのかなというふうにも思われますけれども、ただし、それなりにね、時間がかかるのかなというふうに思っております。はい。まあ、ただ、まあ、一つ理解しておかないといけないこともあって、それはですね、ある、なんだろうな、範囲の中の種族間で交雑を繰り返しても、遺伝的多様性というのは基本的には大きくならない。こういったことを理解しないといけないです。はい。
つまりですね、なんだろうな、例えると、純日本人同士を掛け合わせても、まあ、ヨーロッパ人は生まれてこない、そういったことですね。はい。まあ、こういったものが、なんだろう、考察の新しい答えを作る際の、まあ、前提というか、前提知識になるんですけれども、つまりなんだろうな、現在の遺伝子プール、遺伝子プールという、その、ある枠組みの中の遺伝子を、の情報を使って考察を繰り返しても、特性はですね、広がっていくというよりも、むしろですね、小さくなっていくんですね。つまり、期待する、なんだろう、新しい特性っていうものは、まあ、親にそういった情報を持っていない親を、使ってもですね、現れにくい。むしろ、小さくなっていって、まあ、凝り固まっていくというですね、まあ、そういったことが、あります。はい、すみません、ちょっと、図を、貼っておきますけれども、まあ、こういったことですね。まあ、つまり、まあ、冒頭でも、まあ、お話ししましたけれども、日本人の遺伝子を持つ人たちが、まあ、どれだけ子孫を残してもですね、まあ、ヨーロッパとかアフリカ人のようなですね、人は生まれてこないというわけです。で、これは世代を更新していくとですね、もっともっと特徴が、日本人っぽい特徴がはっきりしていくので、ヨーロッパ人とかですね、アフリカ人、たちみたいな、特徴からは、遠ざかっていく。つまり遺伝的多様性がどんどん小さくなっていく、ということですね。で、こういったことが、まあ、遺伝的多様性のボトルネックというふうにも言われますけれども、まあ、今回出している図はですね、極端な例ですけれども、まあ、最終的にですね、黒い丸しか残らなくなりました。まあ、こういったことですね。はい。で、遺伝的多様性が小さくなるっていうことは、まあ、つまり、まあ、いくらですね、現在ある品種を掛け合わせても、掛け合わせて実種を作ろうとしても、まあ、その、例えば、体感性のものすごく高い新しい個体というものは獲得しにくいということですね。ただですね、まあ、現在ある品種で、ダメってことは、つまり、他の場所から遺伝子を入れたり、原種を探し出して入れるっていうことがですね、まあ、必要だと。まあ、ここに鍵は眠っているわけです。はい。まあ、基本的には未生繁殖で親の情報というものは大事なので、全く違うところの品種を掛け合わせたり、もしくは、特性のわかる原種、などを掛け合わせたりすると、遺伝的多様性がですね、ぐっと広がるわけです。はい。まあ、イメージで描くとこういった、感じですね。はい。で、まあ、絵はですね、極端に描いているんですけれども、品種改良とかですね、品種更新というのは、まあ、その特性を持つ原種などを見つけて導入していくと、まあ、いいというふうに言われております。まあ、こういった方法でですね、割と増やされていることが多いですね。で、まあ、体感性がめちゃくちゃ強い、例えば野生種とかですね、まあ、こういったものを、まあ、メキシコの奥地から、まあ、アボカドの話をしてますけれど、メキシコの奥地から見つけてきて、交雑の親に使うとかですね、まあ、体制、根腐れ体制のある、原種を使って、アボカドの交配親に使うとかですね、まあ、そういったことがですね、その品種改良には最も近しい、最もいい、まあ、現実的なやり方だというふうに言われております。はい。例えば、日本人にですね、ヨーロッパ人を掛け合わせると、まあ、日系のヨーロッパ人とかですね、そういったハーフがですね、新しい顔を持つ、まあ、個体が誕生するのと一緒で、まあ、遺伝的変異を起こすためにはですね、基本的には、よそからですね、入れないといけないわけです。はい。で、まあ、果樹栽培の場合はですね、交配して実生を育てて開花結実までの、時間がとてつもなく長いので、まあ、この辺はですね、やっぱり、そういったよそから持ってくるだけじゃなくて、科学的な力というものが必要に、なってきます。ある程度の狙い撃ちということですね。はい。で、この辺は近代はですね、こう DNA マーカーといって、まあ科学的な、力、技術が発展してますから、こういったものを、活用していく、うまく活用していくということが、必要になっております。はい。で、オンラインサロンの方にちょっと詳しく書いておりますけれども、やっぱりその品種改良とか品種更新はですね、まあ現在は DNA マーカーといって、まあ親の DNA 調べて、まあ、育種の効率化っていうものを、なされている、わけです。まあ、つまり現在特定の遺伝子を交配させられるように、果樹ごとにですね、DNA マーカーの開発というのが進んでいて、で、熱帯果樹ではそんなにですね、こう、栽培量も少ないので、まあ、とてもたくさん多く進んでいるかと言われるそうではない、ところもありますけれども、まあ、日本の温帯果樹の栽培ではですね、かなり進んでいるなという印象が、まあ、僕はあります。例えばですね、リンゴで例えると、まあ、富士と言われるものはですね、エチレンの生成が少ないホモ型とか言われていたり、メイポールっていう品種もあるんですけど、これはエチレンの生成が逆に多いホモ型と言われています。で、ホモ型っていうのはですね、同一の対立遺伝子を持つ個体で、自食していくとほぼ同じ形質のですね、個体ができていくっていう性質なんですけれども、これ嬉しいですよね。はい。まあ、ほぼ同じ形質の個体が現れるっていうことは分かっている親を使う、ということはですね、まあ、子供の個体のですね、性質もある程度、まあ、予測しやすいわけです。はい。ちなみにエチレンっていうのはその、
なんだろうな、果実の、まあ、成熟とか、まあ、貯蔵に伴う大事な植物ホルモンなんですけれども、ちょっとここでは詳しくは、話しません。はい。で、まあ、リンゴの例を出しましたけれども、まあ、リンゴ現在ですね、とても進んでいて、まあ、いろんなですね、リンゴの品種出てると思うんですけど、例えば、黒星病とかですね、うどんこ病とか、斑点落葉病とか、まあ、アブラムシなどの、病害虫の抵抗性とか、カラムナー形成とかですね、自家不和合成遺伝子とか、まあ、こういった、まあ、他にもこのエチレンの話もしましたけど、エチレン合成系遺伝子とかね、こういった遺伝子などにですね、まあ、連鎖する DNA マーカーとか、まあ、遺伝子が明らかになっているので、まあ、ある特定の性質を持った品種の改良がやりやすいわけです。はい。で、ちょっと今回、このリンゴの話はですね、カジノ園芸学の基礎という、農文教さんから出ている書籍を、参考に引用しております。はい。うん。読んでください。楽しいので。はい。科学の力は、すごいですね。で、やっぱりアボカドとかですね、まあ、その他熱帯果樹の、まあ、とてもたくさん栽培量はないんだけれども、まあ、品種改良していきたいっていう方はですね、まあ、こういった前提知識も必要になってくるのかなと思います。はい。やっぱり狙い撃ちっていうことですね。はい。で、まあ、闇雲にこうやってもですね、基本的に未生繁殖で増やしたものは、ちょっと品質が劣ったり、ということが言われるので、まあ、まあ、こういった知識も大事ですね。はい。ただ、否定しているわけではないです。未生繁殖で増やす、まあ、そういったものを楽しむ農家さんを否定しているわけではないので、まあ、こういった、こともあるんだよということをですね、まあ、伝えられたらなと。いうふうに思っております。はい。ということで、まあ、今回はですね、まあ、オンラインサロンに投稿した品種改良の話ですね、個人レベルで品種が作れるのか、というお話をさせていただきました。でちょっと、宣伝なんですけれども、ですね、まあ、オンラインサロン毎週金曜日の、朝7時に投稿し、記事をメルマガを投稿しているんですけれども、108回、今週で108回になるのかな ?108 本記事を書いていて、この108本目の記事を無料公開しています。はい。ぜひ読んでください。で、ですね、まあ、アボカドの、まあ、原種の話、してます。で、あと、まあ、そういった品種改良に通ずる、ものだと思いますし、で、まあ、現在トマトとかはですね、そのかなり品種の、改良が進んでいて、まあ、こういったものを、まあ、どうやって作っていったのかみたいなですね、まあ、そういったところもお話ししているので、ぜひ、まあ、読んでいただけると嬉しいです。概要欄の方に貼っておりますので、はい。よろしくお願いします。で、ね、もし、他の記事も読みたいなという風になったら、初月無料なのでですね、オンラインサロンに入ってみて、まあ、時間を潰して、アボカド栽培をね、楽しんでいただけたらと思います。はい。で、今回はですね、まあ、久しぶりに、ラジオを撮りましたけれども、まあ、ちょっとね、久しぶりにやったので、まあ、ラジオの感覚をちょっと忘れてしまっていたので、まあ、ちょっとリハビリ配信みたいなね、感じになっておりますけれども、はい、いかがだったでしょうか。ためになったなとか。面白かったなという方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい。ということで、今日も素敵なアボカドライフ、果樹栽培ライフをお過ごしください。ケンユでした。バイバイ。